アラゴン君主一覧では、現在のスペイン北東部、アラゴンにおける君主を列挙する。アラゴン王国は、今日のアラゴン実習を含んでいた。バルセロナ系後のアラゴン国王は同時に、カタルーニャ君主国、バレンシア王国、マヨルカ王国、シチリア王国、サルデーニャコルシカ王国を支配し、モンペリエを含む南フランスを領土に組み入れていた。この国家は、 アラゴン連合王国と呼ばれる。809年、在地のアスナール・ガリンド一世が、フランクの白に代わり、アラゴン白となり、以後、その子孫が、アラゴン白を継承した。アラゴン領は、ナバラ王家に継承された。ナバラ国王三朝三世の死でアラゴンは、息子のラミロ一世の手に渡り、彼は直ちに自治国家に地位を高め、アラゴン王となった。マルティン一世は、 バルセロナ博ギフレ一世の最後の男系子孫であり、着子を残すことなく没した。フ安ン二世の対立王カタルーニャ内戦の間に、フ安ン二世に対する三人の対立王が現れた。ただし、これに、バレンシア王位が含まれることはなかった。収穫人戦争中、アラゴン自体は、フェリペ三世への忠誠を保持していたが、カタルーニャは、 フランス国王ルイ13世及びルイ14世との同盟に切り替えた。バルセロナ博を参考。ポルトガルは1640年に独立した。カルロス2世には後継者がいなかった。ハプスブルク家戦争中、ボルボン家最初のスペイン国王アンジュフィリップはアラゴン連合王国を解体した。 にもかかわらず、イサベル2世までのスペインの君主は貨幣に自らを、スペイン国王、女王と刻む一方、自らの公的な文章で、アラゴン連合王国のいくつかの伝統的な君主語、両主語を使用続けた。D.W. ローマックス、レコンキスタ中世スペインの国土回復運動刀、水書房、1996年、P48、250。 カンマツケズアルフォンソツエルカスト、イホデペトロニラ・ワイ・リモーン、ベレンゲール・フォー、ナシオ・イエヌ。ウエスカ・イエヌ1157。CFR、ジョーシフェナ・マテウ・アイバーズ、マリア・ドロレス・マテウ・アイバーズ、コレクテーニア・パレオグラフィカ・デラ・コロナ・デ・アラゴン、シグロ・ナインズ・バイブ。ウニベル・シテーツ・バルセロナ、1980。 p546isbn 84億7528万 6941isbn 9長7884億7528万6945アントニオウビエトアルテタクリアシオンワイ、デスロイオデラコロナでアラゴンサラゴサアニュバー1987 pgs 187から 188isbn 84から7013から 227x アルフォンソ2世以降アラゴン王がバルセロナ博を兼ねるフアン2世の対立王についてはカスペの妥協系図を参照以降の系図はスペイン君主一覧系図と共通するがアラゴン王としての名前で記載するカルロス1世以降は実質的には スペイン王であるが、名目上はアラゴンなど、スペイン諸両方の君主を兼ねた立場である。スペイン継承戦争で、スペイン王カルロス三世を称して、フェリペ五世と対立。ありがとうございます。